ありがとう。いらっしゃい。行ってきます。どこで話すか。ショー。これもツーショットいいですか。ゆきのお願いします。はい。お願いします。よし。いってらっしゃい。行ってきます。頑張って。じゃあね。バイバイ。では口ついてる、なんか。いや、ついてないよ。大丈夫。大丈夫。ありがとう、来てくれて。いや、全然。誘ってくれてありがとう。冷た。冷たい。海より冷たい。海入った？入ってない。入ってないんだ。じゃあ、わかんなくない？わかんなくね？さあ、ここで春がどう言うか。どうなのかな、今の気持ちって。やっぱりゆきのちゃんの方がでっかいよね。今日、うん、離島デートしてゆきのとゆきの一人に絞ったってゆきのにも言ったし、うん、もうそれは変わることはないかなって思ってるかな。でも可能性、そうね、もう俺は男子からだったら告白、男子から告白だったら雪乃に行くって決めたし、女子からだったら雪乃を待ってるって決めたかな。分かった。もうそれって朝の時から決まってた？いや、全然朝の時から決まってないけど、今日のそう離島デートかな、した時に決めたかな。グループ分け大事だよね。そう、離島、なんて言うんだろう、うん、午後まるまるっていうかさ、うん、夜ご飯まで本当まるまる一緒にいたから、なんて言うんだろうな、雪乃のことめっちゃ知れたし、そうだね、うん、グループ分けで結構離島で結構大きかったかな、うん。でもその私も、うん、あのはるくんのこと好きっていうのは変わってないかったから、うん、こうグループ分けで違うグループになっちゃったけど、うん、でもそれでもまだ私ははるくんのことが好きです。ありがとう、マジで。いや、本当にありがとう。さあ、待ってるのは、うん、ゆきのちゃんかもしれないけど、うんうん、女子から告白だったら、うん、私はるくんに行きます。ありがとう、本当にマジでありがとう。本当にでさ、うん、あ、じゃあ、うん、もうゆきのちゃん一人に絞ったってことは、うん、ウィッシュリボンゆきのちゃんと書きに行く。そうだね、ゆきのと書きに行きたいかな。まだ書いてない。まだ書いてないかな。じゃあさ、うん、私ウィッシュリボンまだ何も書いてないから、うんうんうん、だから私一人で書きに行くから、うん、後でゆきのちゃんと上行って書きに行くときに、うんうん、もしよかったら私の書いた願い事も見てほしい。オッケー、見ます、しっかり。見つけられますようにって。はい、はい、でオレンジのハートがあるからね。そう、目立つからね。そうそうそう、オッケー、見つけます。じゃあお願いします。はい、本当に。あと1日、うんうん、あるけど、あそこ書くだけど、多分私この気持ちでは変わらないと思うから、うん、それだけはちゃんと伝えておきたいと思って伝えます、うんうん、ありがとうございます、本当にありがとう。本当になんかこんな気持ちになったの初めてだから、うんうんうん、がせいで本当に良かったです、はるくんで。いやいや、嬉しい、マジで。じゃあ、大丈夫？うん、プーケットの時に行かなかったのは本当に後悔してるから、うん、今回こうやって前回の旅の後悔をここでできてよかったです、うんうん、本当ありがとう。ありがとう、本当にありがとう。そうだね、もしアピールタイムがあって、うん、女子から行けるんだとしたら、うん、もう一回お話最後しましょう。はい、はい、お願いします。ありがとう、本当に。ありがとう、本当に、うん、マジで本当にありがとう。日先には本当感謝しかないです。マジありがとう。大
丈夫？うん。よし、じゃあ行くか。よいしょ。ありがとう。うん、ありがとう。ありがとうね。またね。バイバイ。ありがとう。いやでも今回本当に頑張ってましたよね、キサキ。やっぱりそうだったかっていう感じです。うん、2回もはるくんとゆきのちゃんが2人でいる時間結構長かったから、その時間で結構2人の距離縮まってたりしたのかなって。さっきのバーベキューの時もなんか2人すごく仲良さそうな感じがしたので、ちょっと自信なかったんですけど、ちゃんとこうミスリボンの件も待ってたので、ちゃんと話聞けてよかったです。ちょっとしんどいけど、なんか正直な気持ちを聞いて、でそれで、あ、やっぱり私入ってないっていう涙なのかな。でも前の旅より全然頑張ってるので。いや、めちゃくちゃ頑張ってるよ、本当に。みんなの前では泣いちゃったけど、こうなるべくはるくんの前では泣きたくないかったからでも結構うるめになっちゃったかもしれないけど、はるくんの前では泣きたくないので、明日告白が、私どうなるかわからないけど、でもなんか笑顔で終わりたいなって思ってます。難しい恋って難しいよね。難しい。告白できたらええんや。なんていい子なの。これはいい子やな。いい子。ああ。どう、親友さん。ちょっと一回あの後マックとか行って話聞いてあげたいですね。女子会。カラオケ聞いてあげたいな。カラオケ行って竹内まりやの元気を出して歌ってあげたい。歌いたいね。まだ結果的にだから春が今回は引き寄せた形よね。そうですね。運を。春くんは前回のプーケット編で、うん、そうやってこういろいろみんなのために動いていろいろ頑張ってたから今回引き寄せたわけで、そうだね。キサキちゃんにもいつか別の形で何かを引き寄せる時が、ね、まあ見えないね。恋愛の神様はいると信じたいよね。信じたい。すごっ。やばいね。やば、めちゃくちゃええもん食べてるやん。沖縄のお寿司ってあんまりイメージ湧かないですね。いただきます。いただきます。おいしそう。最高。拍手。かわいい。わさび辛い。辛くない？わさび。うん、まあ大丈夫。ちょっと恥ずかしいけど、うまい。めっちゃタイミング一緒だった。そうだ。あれは今一人だよね、多分ね。
うん、かな。そう、覚悟を決めてきました。うん、ゲームじゃないんだけど、お質問おしていきたいなって、自分のこと知ってもらって知りたいなって思ったから、うん、うん、じゃあちょっと質問していきます、うん、お願いします。じゃあまず第1問。1問好きなもの何かありますか？好きなことはとダンスとダンス。あーいいね、ダンスか。うん、ひな好きなことを歌うこと。もう一回聞かれんかな。あ、言ってたの、なんかそうそうそう、なんかオペラみたいな。あ、そうそうそう、あ、最初会った時に ね言っとった。好きな仕草、伊勢の。あー、王道すぎるけど、うん、普通に髪の毛くぐるのも好きやし。あ、外す時とか。あ、外すの、なんか髪の毛触ってたら好き。あー、ずっと触りまくるかな。大丈夫。好きな曜日は？好きな曜日？うん、何曜日が好き？日曜日。間違いないね。うん、ね、うん、なんでこんなさ、変な質問ばっかしたかっていうと、変じゃない？なんかね、うん、その結構自分は好きなものとか素敵な行動とかものとかを共有するのがめっちゃ好きなの、うん、いいね、そういうのめっちゃ好きで、せいやくんの好きなもの、うん、がなんかなんとなく自分に似てたりしたら共通点とかあったらいいなみたいな思っちゃったくて、あー結構気持ちが大きくなったらいいやなってそう思った。嬉しい、ありがとう。ちなみに歌も好きよ。あ、ほんと？うん、イエーイ。そう、ありがとう。うん、ありがとう。マジで質問とか考えてきたのか。嬉しい。あ、もう一つ。お、そのリボンあるじゃん、フィッシュリボン、うん、なんか書くこと決まっとって、でこう一緒につけに行ってとかは言わんけど、書いた内容見てほしいなって思うから、うん、今言ってるの。え、もう書いてる？まだ書いてない。ああ、今から書く。今から？うん、取れとっていいよ。あ、さすがに取る。さすがに見とく。マジでさ、書いててよかった。それ二人で話す最高やな、この空間ね。ほ、書ける？え、書ける。できた。かわいいでしょ。うん、最後まで頑張って自分の気持ちちゃんといっぱい伝えたいなって思ってます。ありがとう。ぜひ私のことを見てくださったら嬉しいです。ありがとう。しっかり考える。うん、ありがとう。マジで嬉しい。そう、一緒に行くのは時間ないかもしれんから書きました。ありがとう。マジで嬉しいわ。ありがとう。うん、マジありがとうしか言ってないな。最後まで頑張ろう。頑張ろうね。頑張ろう。うん、 しっかりちゃんと考える。ありがとう、うん、考えてください。うん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。全部可愛いな。あれ、推し編。女の子らしいよね。かわいい。よいしょ。ね、またずっと帰ったよ。いや、来てくれてありがとうね。本当に来た。てかさ、頑張るでしょ。今日の朝さ、うん、前髪上げてたよね。ポンパした。あ、そう、ポンパしてたよね。うん、センター分けむずいからさ、ちょっとポンパに。ポンパしてたと思って。似合ってた？うん、似合ってた、めっちゃ。ありがとう。よかった。今日グループ分け一緒になれんかったやん。うん、そうだね。やれんかったやんって、なんか関西弁になってんの。そう、映った。そう、めっちゃさ、めっちゃ映ったんだけど。そう、4人もいるやん。特にレンから映ったんやと思う、俺。映るよね、マジで。直した方がいい？
いや全然いいと思う。いい、うん、じゃあこのまんまでいいか。このままで。昨日も一緒になれんかったやん、うん、だからめっちゃ悔しいなと思って。今どうなん、気持ち的にやっぱ春で、うん、なんか、うん、ショートはその通称でしかその話せてないから、うん、そうなのよね。だからまだ分かんない部分もあるし、うん、その結構この2日目の離島デートして、うん、こう春が強いっていうか、うん、ほぼ春に決まってるっていう感じかな。決まっ、うん、春に決まってるんだ、ほぼ、うん、なるほど。じゃあ奇跡起きたらどう？奇跡変わる？俺が奇跡起こそっか。起こせる？起こせるっていうか起こしますよ。いいね。目つぶってて。あ、オッケー。ちょっと待っててな。オッケー。え、かっこいい。サッカーの魅力といえばやっぱりゴールじゃないかなと思うんです。このボールをフォロワー数なんと4億8000万プール。うわー、決まったか。京スキ FIFA ワールドカップ応援部の皆様、目つぶってて。あ、オッケー。ちょっと待っててな。どんな奇跡を起こしてくれるんだろう、うん、あ、ゆきの、これで終わり？続き見られへんの？井上さん待ってください。アベマでは京介を最後まで楽しめます。続きは右上のボタンから、ご覧いただけます。ぜひクリックしてみてね。